世代交代が実現できたという、そのコツは何だったの？なぜかというと、中国っていうのは結構元気なあのシニアの方が自治会とか活動もされてるんですけれど、それとあの新しい団体ができて一緒にやっていくっていうのがなかなか難しい。前任者の富永さんは結構パワフルで結構ワンガン行くようなタイプなんですけど、だけど渡すときは結構あっさりとしていて、軸は大事にしてほしいけど、やりたいことは田中さんがやりたいようにやりやすいように受け入れるかっていうことで、そういったことを軸はそのままにして、やり方とかはもう任されてたんですね。だから結構そういった意味ではすごい楽じゃないですかっていうことで、はい、どうしてもあの自分と同じ人を探そうとするんですよ。結構話聞いてるとみんな自分と同じようにやってほしい、自分と同じ形で進めたいってほしいっていう思いがあるんですけど、でもやり方っていくらでもあるじゃないですか。やり方だからね、ですね。だからそういった意味では本当に受け継ぐ方の人がそこまで覚悟を持ってできるかっていうところが、まあ、必要なのかなっていう。